にむらトール、ニムラトール、ニムラ1961年12月26日体は、埼玉県川越市出身の元プロ野球選手、内野手、投手、プロ野球コーチ、現役時代は中日ドラゴンズ、千葉ロッテマリーンズに在籍した、野球解説者。実験は自身と同じ、元プロ野球選手のにむらカオルで、 現役時代は中日で一緒にプレーした経験がある。当時、スコアボードなどには、二村ー、イコールカオ薫、二村テイコール、トールと表記されていた。上尾高校では、右下手投げのエースとして活躍。春季関東大会決勝に進み、長子賞に赤敗するが高投手として注目される。同年夏の甲子園に出場。一回戦で波賞と対戦。 9回西まで2から0とリードしながら、勝利目前で、牛島和彦に同点2ランを打たれ、延長11回敗北。この時の試合は、今も甲子園史上に残る名試合として、語り継がれている。卒業後は、東洋大学に進学。東都大学野球リーグでは3年生の時、春季リーグで4年振りの優勝を飾る。8勝2敗の成績を残し、 最高主君選手、最優秀投手、ベストナインを受賞した。直後の大学野球選手権では、決勝で田中富代、木戸勝彦のバッテリーを要する放題に敗れ、準優勝。同年周期リーグは仙台に次ぐ2位に終わるが、6勝2敗を記録し、最優秀投手、ベストナインを連続受賞した。一年上のチームメートに、投手の佐藤秀明、外野手の大貫久し、 保守の杉本康彦、日本通運東洋大監督らがいる。しかしよくは、河野博文、白井和幸ら投打に厚みを増した駒大が対等し、春秋期連続優勝、東洋大は、主力の卒業もあって、低迷を余儀なくされた。リーグ通算75試合当番二29勝19敗、防御率2.12、155奪三振。のドラフト2位で中日に入団。 一年目の二投手として初登板初勝利を挙げた。この時リリーフで勝利をアシストしたのは、かつてのライバル、牛島であった。首脳陣は翌シーズンから打者転向を予定しており、投手としての最後に記念登板で起用したところ、打線の思わぬ援護で勝利投手となった。投手としては前日の一試合の出場のみで、に二塁手に転向。2 同年監督に就任した星野千一に起用され、122試合に出場して、レギュラーとして定着。同年は生涯唯一の規定打席、17位打率、287に達する。は、左膝の故障で出遅れ92試合の出場。ポジションも二類種にコンバートされた宇野マサルの存在もあって三類種がメインになる。規定打席には届かなかったものの打率。 306,7本塁打、52打点の好成績を上げ、チームの優勝に大きく貢献した。同年の西武ライオンズとの日本シリーズでは、前後戦に6番打者、3塁手として先発、16打数4安打に打点を記録した。2は首相になり、チームをまとめたが、それ以降は、膝の故障の再発などもあり、おおむね年間100試合弱の出場にとどまった。 その3年後に一ったは首相を辞めたが、2は3類手にコンバートされ、5番打者を務めると同時に、再び首相を務めた。2、千葉ロッテマリーンズに移籍。1類手にコンバートされレギュラーを獲得、85試合に先発出場を果たし打線の中軸となる。2は主に代打として起用されたが、19試合に先発出場。指名打者として4試合に4番打者を務めたが、 指導者になるために同年限りで現役を引退。保守を除く、当主、内外野系8ポジションで出場を経験した。ロッテ在籍時は、当時当主を除く8ポジションを経験した、五十嵐明人と同僚となった。五十嵐は、オリックス移籍後に、全ポジション出場を達成したが、二村は保守を守らないまま引退した。引退後は古巣。 中日でからまで二軍監督を務め、二は、日本一に導いた。二は一軍ヘッドコーチ、からは一軍内野守備、総類コーチを務め、2005年からスカウト、関東、東海地区担当となった。また、その傍ら、CBC のゲスト解説者も務めていた。より東北楽天ゴールデンイーグルスの二軍監督に、就任。しかし、7月13日付で、 慢性硬膜下血腫のため休養。手術を受け、7月26日の大学日本代表隊 NPB フレッシュ選抜から復帰した。その後、ワ一軍作戦コーチ、ワ二軍監督を務めた。彼は一軍チーフコーチとなり、球団初のリーグ優勝と日本一に貢献した。ワ二軍チーフコーチ、ワ一軍ヘッドコーチを務め、 シーズン終了後来期の契約を結ばないと発表された。彼は東北楽天ゴールデンイーグルスのスカウト部副部長を務める。10月28日対談。2019年からは東海ラジオの野球解説者に就任する。スタメンでは主に1.23.67番を打ち、右方向への芸術的な流し打ちとここ一番での勝負強さで知られた。 バントもうまく、1987年には、リーグ2位対、岡崎薫と同数の31ギダを記録、の読売ジャイアンツとの開幕戦、東京ドームでは、勝負どころの重要な場面で3つのギダを決めている。足はそれほど、速くなく、守備範囲も広くはなかったが、補給、送急は堅実であった。スタメンを外れた日は、川又ベリと共に、代打の切り札として、 首脳人からの信頼も厚く、ファンにとっても強く記憶に残る選手であった。2005年に刊行された、中日ドラゴンズ70年昇竜の奇跡、ベースボールマガジン社でのアンケート企画、これぞ名規約ベスト10では、301票を集め、第1位を獲得している。普段は、温和な性格であるが、血の毛の多い一面もあり、星の戦一をして、怒ったら、 俺より怖い問いはしめたこともある。中日の二軍監督時代に、井端広和に二番打者としての色派を叩き込んだ。その指導は厳しく、井端を殴ったこともある。荒木正弘は二千円安田の鞘に香ると共に、二村を恩人として名前を挙げ、土台を作ってくれた。二軍の五年間が大きかったと述べている。いずれも、ゲスト解説者として、楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。